過去っていうのは、もう二度と戻ってこないもんじゃないですか。はい、どんなにいいことでも悪いことでも、もうそこには戻れないわけですよ。そうですね。だから必要ないと思って切り捨ててるんですよ。あ、で終わる瞬間からもう切り捨ててるんですよ。はあ、その瞬間瞬間、はい、うん、で意図的にやってるわけじゃなくて、そういうふうに生まれつき感はなんか分かんないけど、そうなんですよね。そうなんですね。で未来も実はなくて、これは宇宙塾でよく言うんですけども、はい、今ここにいますよね、1秒後はどうですかって言うと、1秒後はもう今ですよね、今そうですね、次の1秒後も今ですよね、ね、そうするとずっと今が続いていくだけで未来がないじゃないですか。はい、ね、ちょっと明日のどうしようとか明後日どうしようとかっていうふうなことも、それは無駄なことであって、本当に明日が来るかどうかすらみんなに分かんないわけじゃないですか。いつ死ぬか分かんない。確かにそうです ね、 ね、今日のこの帰りに電車に轢かれるかも分かんないし、車が後ろから突っ込んでくるかも分かんないわけじゃない、はい、だから未来は自分には見えないし、あるかどうかも分かんないものなんですよね。そうですね。で、あるとすれば今が続いていくだけなんですよ。ということは今を充実させればいいなと思ってるわけですよ。この一瞬に全力投球してるんですよ、はい、今喋ってることはいい加減に喋ってるんじゃなくて、全力投球してるんですよ、はい、僕としては、もうこの瞬間しか僕の中には、この世界がないわけです、で1秒後はない、1秒前もない、この瞬間だけ、ということだから感情がないっちゃはないんだよ。そうか、感覚として分かってきました、例えば怖いっていうことがあるじゃないですか、で、はい、世の中の人って結構怖がるよね、いろんなこと、そうですね、怖がります。夜ね、トイレ行くの怖い、どうして怖いの？いや、幽霊出るかもしれない、あ、そう、俺には想像つかないわあ、そうですか、ね、だからその先のことが思い浮かばないので、幽霊が出るかもしれないっていう想像力がないわけですよ。そこでみんな例えばバンジージャンプって怖いよね、はい、でバンジージャンプのとこ行ってよくテレビ見てるけども、どうでもいいようなやつがさ、もう1時間も2時間も飛べないんだよ、なんか、ずっとやってますよ、あれはどうしてかというと想像力がたくましいので、もしも切れたらどうなるかっていう、その想像力があって怖いんだよね。そうです、わかります、私もそうだと思います。で、俺に想像力ないから、はい、ここまっすぐ行って、はい、降りてポンと飛び降りちゃうんだよ。で、その飛び降りた時にわーってどん景色がこういうふうに見えるんだとかさ、はい、で、まあ切れて、はい、ドーンと落ちて死ぬにしても、あ、死ぬってこういうんだっていう、そうか、その時は痛いんだとか、その時は、ちゃんと目開いて見てると思うね。そうか、そういうことがある時、物心ついた時からそういう人になってるんですね。まあ、一つはいろんなことが全部なくなったっていうことがあってね。ああ、そうですか、一度にもなくなった、金も財産も名誉も、はい、命さえもなくなりそうで、昨日までの世界が全部なくなった時があってね、はい、でその時に思ったことはね、結局そういうお金とか地位とか名誉とか財産とかいうものは ある時なくなるねと、例えばその地震が来るにしろ戦争が起きるにしろ ね、で死んだらおしまいだしね、だからそれある時なくなるものは頼りにならないわけじゃないですか、だからそれ全部捨てたの、つまり物欲とか金欲とか名誉欲とかいうものがなくなったわけですよね、そしたらそういう人になったんですよ。
瞬間に生きる人になっちゃったんですよ。そうか。いや、そうなってみると自分が思ったことはその通りになる。なるほどね。私はまだその域には達してないんですけど、例えばね、歴史ものを読んだり、例えばその昔の大富豪とか天下を統一、天下を取った人たちのすごい財産とか博物館になってるところ見に行って、ここに住んでたんだとか、側室何十人もいた、大金持ちでっていうようなところを見ると、でも今いないんだよねって思うのね。こんだけの財産を残してもたかだか50年か60年ぐらいしか生きてないで、でその人が死んでしまった時にはもうその人はその財産は手放してるわけでしょ、死んだっていうことなんだから。で私それはその過去の人たちの大金持ちでセレブで、あの著名人で行きましたみたいな人のことを見ると、自分がそうやって、あ、じゃあ今私がこれからね、残りの30年なり40年なりの人生を金持ちで、例えばすごい車に乗ってすごい家に住んだとしても、もうあと数十年後には自分のものではなくなってるし、そうね、ただそれだけの人生のためにものすごいお金を、まあ、持っても、もういずれは自分は所有されなくなるんだって思った時に、なんか物欲っていうのはもうやっぱりないんですよ、うん。でも八尾さんはその100倍もっとすごい域まで行っていて、うん、やっぱり今ね、一生懸命やっぱりその私の周り、まあ知り合いとかじゃなくても、いろんなその政治家でも著名人でもね、財産を手に入れる、土地を手に入れる、家車っていうものに一生懸命なる人いるけども、それはだってもうちょっとしたらあなたも死ぬのよって思うんですよね。それより前にね、うん、怖いもの知らずだよね、その人ね。ああ。死ぬより前の生きてる間、うん、そんなもの持ってたら大変じゃん。そうそう。精神的に。精神的にね、そうです、うん。ねえ、いろんなこと心配だよ。そうですよね。うん。うん、まあ大した金持ってないから心配がないんだけど、うん、これ何千万も何億も持ってたら、うん、これほっといたら目減りするかもしれないから、うん、どこに投資しようかとか。ね、うん、なんで詐欺に引っかかったりするんだけど、うん、どこにしまっとくかもすごい心配で、うん、ね、一般庶民としては100万あっても、うん、これ取られたらどうしようと思って、うん、どこに隠そうかって必死に思うわけだよね。で隠しといても、あのちょっと出かけた隙に泥棒入ったらどうしようかとか、はい、いろいろ考えることが始まる、うんうん、ものが増えるってくると、でも心配が増えるじゃない、うん、でそういう心配とその自分が持ってるお金とが引き合うかっていうことは、僕は心配の方が嫌なんだよね。うん、そうか、心配のネタになるものを持たないでおけば、うん、何も心配は出てこない。しかもね、うんうん、世の中の人は何千年も生きるつもりでいるとしか思えないけども、そう、それ私も感じますね、本当に。先そんなにないわけだから、うんうん、そうするとね、明日かもしれないし、うんうん、5分後かもしれないし、50年後100年後かもしれないんだけども、うん、どっちにしても有限な時間じゃないですか、うん、とそれってたかが知れていてね、うん、やっぱり何百年も生きるわけじゃないから、うん、残りの時間を計算した方がいいと思うんですよ。はい、うん、最悪1分とかね、うん、最悪1分かもしれないですよね。でも最長でも30年とか、うん、50年とか、うん、でそれを 2で割らないと半分は寝てるから。あ、そうだ、うん、ね、本当だ、うん、で寝て8時間寝て、うん、であとの4時間って、うん、まあ、トイレ行ったり、はい、歯磨いたり、うん、ルーティーンのことを飯食ったりとなくなっちゃうわけだよ、ね、うん、残りの12時間のうち8時間働くと、うん、もう4時間しかなくて、その4時間を往復のね通勤時間入れて、うん、まあ、2時間ぐらいなくなっちゃうともう2時間しかないんだよ。その2時間もなんていうの、自分の自由、完全な自由時間じゃなくて、うん、子供いる人は子供を面倒見なきゃいけないとか、いろんなことがあって、自分の本当の自由時間ってね、あんまりないんですよ。はい、確かに。そうね。1時間ぐらいしか1日にないやつをね、うん、
月にしても30時間しかなくてね、はい、1年で365時間ぐらいしかなくて、うん、そうですね、その中でね今ここで10分過ごしてるっていうのはそれだけの価値があるかと、はい、うん、ね、うん、そういうふうに僕は思っちゃうわけ。あ、だからのなんか自分があまり気が済まないんだけども、うん、これをやんないと飯食えなくなると困るなというふうなことで、はい、いや生きてるのは嫌なんだよ。ああそうか、そんな余裕はないわけ。うーん、もう今のこの1時間とか5分とか10分とかっていうのはものすごい大事で、うん、あの自分のこう残った時間の中からこう消していくわけじゃないの。そうですよ ね、 ね、だからねそういい加減おろそかには生きてらんないわけ、うん、だからこの瞬間が全力投球なんで。そうか、そのくらい自分のその今生きている時間っていうのがその大事、この瞬間瞬間が大事。そう、俺だけじゃないんだよ、うん、みんな気がついてないだけでね、うん、